はい、基本一人です。いつもありがとうございます。10月18日、午前10時ですけどもね、今日はですね、しげちゃん作業場休んでいただいて、お昼ご飯をね、母親と3人で食べる日ですね。ということでついでに病院も、行きますので、お薬ももらって、そこから、お昼ご飯、母親と一緒に作って食べたいと思います。ということで、行ってきます。どうですか？はいはい、いいの？もう行ってきた？行ってきたよ。そうそう。今日は冷蔵庫見ないだ。この洋服の反射で。顔色悪く見えたのは何？服のせい？この洋服の反射でね。じゃあいいわけだね。いいね。いい。よしよし、なんだね、しげちゃん。なんかよこせっちってる。もう終わった、ね。終わった。今日ね、空いてた。今日病院空いてました。あ、そう。はい。ついでに買ってきたものをちょっと紹介するかな。これ、しげちゃん食べるポテトチップス。小池屋のマックスバリューで売ってる88円。はい、これあと半額のバターレーズンバターロールがあったんで買いました。半額で64円。あとこれはやっちゃんとこもっと88円のチートスっていうね、チーズ系のスナック菓子。あと、ちょっとチョコレート。たまにはチョコレート食べたいなと思って。98円のトップバリューのピーナッツブロックチョコレート。あと今日、別に、半額だったもんで2つ買ってきちゃった。団子。くるみ醤油団子。これ今から食べる。じゃあ1個はご飯終わった後ね。何がついてる？くるみがついてる。あと今日天ぷらをやるからちくわを買ってきました。これが98円かな。5本で98円。あとバナナ3本、大きめのバナナ、98円。はい、以上です。まあ俺はいいわ、お皿。お母さんお皿じゃん。これ俺食べる。あ、これもしげちゃんにあげるかな。何ついてない、ね、どう？俺1個だけ食べて。どんな味？みたらし団子だね、要するに。だけどその味と違う。おいしいじゃん、おいしいじゃん。一個だけ味見した俺。早いね、食べるの。普通のみたらし団子より醤油味にきついね。強いね。うまく一緒じゃん。あれだもんで買えたのだ。いつものね、みたらし団子も売ってた。新しい味じゃない？
ダメダメダメ。これは、やっちゃう。また今度ね、お昼前だってしげちゃん。お昼ご飯食べた後。病院の先生が今日も調子良さそうですね、つって言ってくれたで、しげちゃん、お顔見て。しげちゃん目立つもんで、あの皮膚科の先生が、おじいさんの先生で、2回目来た時に、お、来たなっつって言ってた。お、来たなっつって。覚えやすいでね。うん、有名人だ。うん、有名人だしね。卵ないじゃん。卵は出てないし、卵だけ持ってきてちた。はい。全部やっちゃっていい。その皮むきうまくむ割とむけないでまた新しいの買ってくるね。いいよいいよ、買ってこんで。十分。十分、うん。じゃあ、油温めるでね。うん。じゃあ、揚げるのやるかね、俺。疲れちゃった？ん？やる？あ、揚げるの？うん。あ、もういいよ、やるぜ、天ぷらも。最近は天ぷらとかのお惣菜ばっか売ってるあの店なくなったね。もうスーパーに売ってるでね。天ぷらやってる。昔あったね、天ぷらやって、うん、天ぷらだけやって、うん、お惣菜だけ売ってる店が。専門店。公民館のとこにあったじゃん。うん。子供がおやつで結構買ったのよ。さつまいも の、 あの天ぷらとか、ゆっくり食べてよ。ゆっくりですよ。私のご飯出して。ああ、そうか。はい。
ゆっくりですよ。ちょっと扇風機欲しいね。それぐらい今日は暑い。しまっちゃったけど。ゆっくり食べて、ゆっくりね。これ食べたい。かき揚げが。こればっか食べちゃうんでちょっと下げとくに、おい。こっちに。あ、かき揚げないら。うん。ちくわも食べてね、ひげちゃん。ちくわも好きじゃん。うふふってなって。おいしい時間してるね、うん、揚げたてだもんで、おいしいね。玉ねぎ、しげちゃん好きだね。うん、グループホームでも量も決まってるで、たまにはこういう感じで、うん、たくさん食べりゃあれだら気が済むね、しげちゃん、うんうん、あの一口で食べんでもいいのにね。
ご飯しげちゃん、おかずばっか食べて、ご飯が何も食べてない。冬瓜のしげちゃん、味噌汁好きだね。うん。冬瓜喜んで食べる。どっちか迷ってるだもんね。母さん、しめじがある、ね。はい、うん。もういい？もういい。うん、やっぱり玉ねぎ全部やっといてよかっただよ。うん。しげちゃんが食べたくしょうがないだもん、ね。うん。ああ。ご飯も食べな、ご飯も。はあ。しめじの天ぷらも美味しいね。うん。じゃあ、しめじやろ。はい。もうしげちゃんいいだ。そうそう。うん、ね、十分食べたで。意外と天ぷら残るかと思ったら残らんかったね。しげちゃんやっぱちくわよりあれね、さつまいも好きだね。うん。これさつまいもばっか取る。ちくわより、うん、もう終わりだな、ひげちゃん。もう終わりにさせてください。うん、終わり、ね、うん。しまいです。いいね。閉店ガラガラ。ご飯落とすよ。そこにもあるもんね、ちょっと。もう揚げないけどね。ああ。もう揚げないけど、うん、そこにもあるもん。まだあるね。まだあるよ。ご飯。あとでお菓子食べるでね。おしまいです。終わりです。ね、で、金山寺味噌つけてやるで、ご飯に入れちゃう。ね。あ、私も言ったと思うね。お母さん自分で言うと思って、うん、きれいに食べてくれるからね、うんうんうん、美味しかった？美味しかったかね？寝る前にトイレ行かんでいい？行ってもいいよ。どっちしようかね。